解体があるから新しい建物が作れる。考えて考えて一番効率のいい壊し方を模索する。楽しいですよ。既成概念に挑み続けること。コンクリートの耐久性を伸ばしていき、劣化しないコンクリートを作りたいと思います。1号機の開発から四半世紀余り、ニーズとシーズをシンクロさせ進化させてまいりました。期待に応え続けるためにはこれからも進化は欠かせません。研究開発にゴールはないんです。彼らの思いが必ず鹿島品質の向上につながると私たちは考えています。